アスカイ・マサツネは、平安時代末期から、鎌倉時代前期にかけての苦行、家人、行部教、南波よりつの次男、二条、または、アスカイを合す。官位は、十三味、三義。アスカイ家の祖、小倉百人一種では、三義まさつね。自称四年女釈氏、以後自重などを歴任するが、源の頼朝、義経兄弟が対立した際に義経と親しかった。 父、よりずねが配慮され、まさつねも連座して、鎌倉に護送される。だが、まさつねはよりともから若、歌、蹴鞠の才能を高く評価され、よりともの息子である、より家、さねともとも深く信仰を結んだ。その結果、よりともから勇士として迎えられ、さらに、鎌倉幕府マンドコロベットを、大江広元の娘を正室とするなどをもんじられた。 研究八年に罪を許されて帰京する際には、頼朝から様々な贈り物を与えられた。その後、後鳥羽上皇の謹慎としておもんじられ、憲法六年には十三位に除せられ、上級二年には三位に任命された。また、院における下段でも活躍している。若は修を好み、後鳥羽上皇に、正さつねは、ことに暗示帰りて歌読みし者なりと評されたが、 本家の言葉を取りすぎるという批判もあった。兼任元年7月和歌よりうどとなり、また、同年11月には、上古以来の和歌を先進する。さらに、これを機に始まった、直線和歌集、新古今和歌集創進の戦者の一人となった。さらに、蹴鞠でもうもんじられ、上限2年に、大井の御門より身が、 言葉上皇を招いて開いたマリカで優れた才能を発揮して上皇から蹴鞠長者の称号を与えられた。後に正サはアス流ケマリ蹴鞠の外され蹴鞠略旗などを表した。また、鎌倉幕府の招きによって鎌倉へたびたび下校し三大将軍になったサネ友と藤原定家、鴨野ノ共との間を取り持っている。日記にマサ狂気、 歌集にアスカイ集があり、新ンコ,コンは歌集以下の直線和歌集に132種が密集している。サンリマサツネに関するカテゴリー。ありがとうございます。